ビルヘルム・レームブルックは、ドイツの彫刻家である。ノルト・ベスト・ファーレン州のデュースブルクの近郊のマイデリッヒの鉱山労働者の息子に生まれた。科学書の挿絵を描いたり、装飾画を描くなどして生活費を得ながら、デュッセルドルフの工芸学校で彫刻を学んだ。1901年から、デュッセルドルフ美術アカデミーで彫刻家のカール・ヤンセンに、学んだ。1906年に、 ケルンで開かれた展覧会に初めて作品を出展した。1907年に結婚した。1910年に美術品コレクターのカール・ノルデンの支援を受けてパリに移り、同年のサロン・ドートンヌに初めて出展した。アレクサンダー・アーキ・ペンコラの前衛的な彫刻家とも知り合った。ドイツ各地の展覧会やアメリカでのアーモリー賞にも出展した。 第一次世界大戦が始まった後、ベルリンに戻った。戦争中は救護隊員や軍の病院で働き、その悲惨な経験は後年の作品に反映された。1916年末にはうつ病になり、スイスのチューリッヒに移った。1919年にベルリン美術アカデミーの会員に選ばれ、ベルリンに戻ったがそこで自殺した。ありがとうございます。